ようございます。今日は長女と一緒にお休みの散歩です。鳩だ、鳩が歩いてるよ。はい、今日はこちら家庭菜園ですね。家庭菜園ロードに来てます。はい、トウモロコシ全部を取り終えたみたいですね。そして里芋だいぶ大きくなりましたね。スイカがまだちょこっとある感じですね。ちょっと日中暑いので皆さん草取りがですねちょっと行き届いてないところがあるみたいです。日中暑いですからね。あ、こちらの方も結構夏野菜、春野菜ですね、春野菜をかたして夏野菜のオクラ、ピーマン、ナス、ミニトマト、中玉トマトを残して他はほぼかたした感じですね。あ、これはホウキグサの実ですね。トンブリ、そして雑草を刈り集めて、で、ところどころで燃やしてそれを灰にして畑で使うんですね。雑草の種も焼却することによって雑草を増やさないというね。はい、こちらが前回インタビューをしたスイカのおじさんの畑です。あ、白い石灰を撒いたのは初めてですね。今日もうちょっと不在なので中に入ることはできませんけれども、パッと見た感じ、これは流状タイプの木石灰ですね。木石灰と、これは粒が撒いてあるので化成肥料ですね。全面に散布してあります。で、マルチは剥がした感じですね。猫ちゃん取って、朝はツクツク帽子が鳴いてます。今はですね、ちょうど朝5時です。今日は子供たちが休みなので朝ですね、散歩してます。長男はいつも僕と一緒に畑に来ているので、普段一緒に遊べない子供ですね、長女と一緒に散歩です。次男くんはですねまだ寝てます。これ何の葉っぱだろう。花綺麗だね、これ。はい、こちらも、いろいろかたしてありますね。いろいろとやはりこうやって見るともう8月お盆近くなるとところどころ秋冬作が作れるように、もう堆肥とかですねいろいろ混ぜ込んであってスペースが増えてきましたね。これなんだろう、いっぱいあるな、綺麗ですね。これ何の花だろう。これ何かにの花に似てますね。ディルじゃない。でもこちらは野菜はモロヘイヤと、あれから下仁田ですね。下仁田ネギの株元に、これは、堆肥ですね。トンプン堆肥じゃないです。牛糞堆肥が撒いてありますね。あ、こちらには冬瓜が落ちてます。栽培されてたんですね。
とうがんは収穫せずにこのまま日陰でしたら放置しておけば結構意外と霜が降りるまでね、自然で保管できるんですよね。あ、ニラが花咲き始めましたね。つぼみ。はい。これがニラのとう立ちです。この脇の葉っぱがですね、今まで摘んで食べていたと思うんですけれども、このとうはとても硬いです。でも、とうを取ってしまえば、まだ、ね、美味しく食べられますね。こちらはですね、年配の方がやっていた圃場なんですけれども、家庭菜園ですね。ちょっとおじちゃんが具合が悪いみたいで、ね、草が多くなりましたね。作付けは今年はしてないみたいですね。あー、やっぱり下仁谷綺麗ですね。面白い形してますよね。こんな感じ。美味しいですよ。この下仁谷ネギ。あ、これなんかすごいですね。花ニラみたいになってますね。かなり到達してます。もうそろそろ果物が、牡蠣とかですね。あとは、柑橘系のすだちとこ、かぼす。あと、柚子ですね。僕は柚子が大好きなので、庭にですね、柚子の木を子供の頃に植えてもらって、でそれをですね、種が落ちたものを自分で発芽させて、木を増やして、柚子たくさん栽培してます。これ販売もしてますけれども、ほとんど、近くの飲食店さんにですね、納めてます。アブラゼミも鳴き始めましたね。はい、こちらはキャベツ畑です。これはうちのキャベツ畑ではないんですけれども、まあ、近所のですね、大地主さんの、やられているキャベツ僕の先輩です。キャベツですね、すごいやられている方なんですけれども、今年は異常なまでにですね、まあ、どうした？何？どこ？取っていった？トカゲ？虹色トカゲ、日本トカゲですね。カナヘビ、はい、こちらも、これ両方ともこっちで一旦部、そしてこっちで一旦部あるかな。いっぱいやられている方なんですけれども、春夏秋冬とですね、キャベツですね。ただ問題なのがこれですね。はい、どうでしょうか、見た感じ。ちなみにこのキャベツの農家のプロ農家さんなんですけれども、このように全体を見ていただくと枯れちゃってます。ちょっと圃場の中入ることはできないので、遠目からですね、これを見てください。枯れてますね。こちらも枯れてます、約5割ですね。半分以上、半分以上底じゃないですね、7割ぐらい枯れちゃってますね。比較的森に囲まれた涼しいところから植えてきたと思うんですけれども、まあ、理由は雨が降らない。全く降ってません。梅雨明けしてですね、そろそろ1ヶ月近く経とうとしてますが、雨がですね、まとまった雨は降っておりません。畑が湿るような雨は降ってませんね。
軽食をして、冠水などを皆さん、今、こちら北関東、茨城県ですね、古河市なんですけれども、私の住む地域、キャベツが盛んで、ほとんどの農家さんがキャベツをだけを栽培してます。中には一部ですね、白菜や大根を栽培されている農家さんはいらっしゃいますが、ほとんどがキャベツで、で、定食をした、お昼とかですね、から、まあ、夕方、夜とですね、また早朝もやられている方いるんですけれども、まあ、セブが相当皆さん、一軒あたりのセブがですね、だいたい10丁とかからですね、最低でも皆さん作ってますので、苗の方がどんどん植えていかないと追いつかないということで、雨が降る、降らないに関わらず、どんどん植えてるんですね。で、灌水作業、植えた後、水を、が切れてしまった畑、というものはこうやって枯れてしまう。もう本当は地球の温暖化、恐ろしいですね。はい。こちらも枯れてますね。これをですね、暑い盛りにですね、時間帯に一つ一つ水をあげるというのはほぼ不可能に近いですよね。大変ですね。銅粉を引っ張ってきてホースで一つ一つ水をあげれば、株元にですね、じゃーっとあげれば、まあ多少はいいんでしょうけれども、でもそれだとですね、やっぱりセブをたくさん作ってる、農家さんは間に合わないということですよね。一瞬にして蒸発してしまう。これ今はですね、ブームスプレイヤーだと思うんですけども、ハイクリブームですね。おそらくここから入ってきた後ですね。フィールドスターっぽい匂いもするんですけれども、おそらく灌水ですね。ハイクリブームを使って上にかけた感じですね。まあこれだけ干上がっていて、まあ除草剤上にぶたないと思うので、おそらく灌水をですね、簡易的にですね、ハイクリブームを使ってやったと思うんですけれども、もうハイクリだと一瞬で乾いちゃいますね。はい、こちら、変わって、違う圃場に来ました。朝ですね。こちらも、キャベツを作っている農家さんですね。また別の方です。こちらもですね、ベテランの、こちら年配の方です。70以上ですね。70歳以上の方なんですけれども、やっぱり水不足でですね、朝と晩の灌水作業をしながらやってますね。こっちはプラソイラかけた後ですね。そんで今、最初に定食したワセの、キャベツをですね、ありがとうございます。梅時で収めた感じですね。梅時で収めたんですけども、かなり枯れてますね。活着してないですね。ほとんど活着してないですね。このぐらい今年は過酷な環境。追肥はしてないですね。追肥なしで。で、梅土器で、畝を、土寄せをしている感じですね。おそらく台風が来るので、少し排水路を設けているような感じですね。はい、また違うとこに来ました。こちらは、畑は白菜をですね、いつも作っている方ですね。白菜組合の方ですね。今耕してきれいにしてありますけれども、この前にはですね、ソルガムが栽培されてました。いつも太陽熱養生処理をですねしているんですけど、今のところまだやってないですね。透明のマルチ張ってるんですけれども、でこちらはまた別の方ですね。ここら辺一帯、
すべてキャベツ畑になります。今何もね、植わってない状態ですけどね。あそこダメだよ。除草剤ね、撒いてやるから。触っちゃダメだよ。草がすごいですもんね。草だけは水がなくても生えてくる。まあ梅雨の時期に比べればね、草が細かい草は生えてくるのは抑えられましたけれども、まあこれで生えてくるのはやっぱりオヒシバとメヒシバですね。強い生命力が、根っこがですね、竹の根っこのように横に横にどん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 ですね。はやかしますからね。こんな感じで、まあ農家さんによって違うんですけれども、このうちの近くはですね、やりたいみんなやり方が似てます。耕し方とかですね、順序がみんなほとんど同じような感じでやってます。まず収穫が終わった後ですね、収穫が終わって時間があるときにすぐに、まあ、耕して、まず置いとく。で、それから、2週間以内に、もう1回必ず耕します。で、作付けする前に、まあ、ですね、あとは放置をしておく。で、作付けが始まる前ですね、ちょうど種まきが始まった頃に、圃場の方に、ですね。もう一度耕し始めて。で、石灰を入れます。石灰を入れた後に、プラスオイルですね。まあ中にはスタブルカルチを使っていらっしゃる方もいますが、まあほぼ、ね、プラスオイルですね。プラスオイルをかけて、で、それから、もう一回ロータリー掛けですね。で、定食、前日か翌日、まあ、時間の都合を見てですね、化成肥料を入れて、で、あと、まあ、土壌処理をしてですね、根こぶ予防ですね、入れたり、こぶ予防を入れたりして、で、低い圃場の方は、畝成形機ですね、トラクターのマルチのロータリーでついてるもの、あれにつけて畝を、4連ですね、4つ畝上げですね、一度に耕しながら畝を上げる。で、植える方もいる。で、ほとんどの方はそのまま定植してます。平畝も何もせずにですね、そのまま畝も作らずに機械で定植ですね。まあそんな感じです。で、定食後は、まあ夏の場合はですね、雨の管理、雨の状態を見ながら、フィールドスターを使ってですね、定食後、で、土が湿っていれば、定食から2日以内にみんな除草剤、フィールドスターかけてますね。まあこの時期雨が少ないので、ある程度湿ってないと効果がありませんから、まあ植え付けてからですね、雨が降って一日明けてから、水が引いてからですね、朝の涼しい時間帯にフィールドスターで防除してますね。はい、また一周して戻ってきました。有酸素運動はいいですね。いつも一人で散歩してると、ね、話さないで、まあこうやってトークをしながらですね、散歩をしていると有酸素運動でいいですね。子供はもう、早く、お出かけをしたくてしょうがないという感じで、今からですね、ちょっと公園に行って、久しぶりに子供と、長女とですね、次男を連れて遊びに行ってきます。はい、今日はですね、家庭菜園の
畑の風景とですね、農家の夏野菜、夏野菜じゃないですね、秋冬どりの、まあ、キャベツの補助のですね、状況報告でした。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。